タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。令和の裏。はい、お疲れ様です。はい、正直言うと、はい、もうちょっと考えてきてるんじゃないのかなって僕は思ってしまいましたね。やっぱりよく僕もコメント欄でこういう人なら出さなきゃいいのにとかってコメントがあったりするんだけど、やっぱ事前面談で全てのことを聞くわけにもいかないし、それは時間的な問題もあるけれども、そこまで突っ込む必要もないだろう、このぐらいは考えてるだろう、いろんなこと僕も思うわけですよ。それで言ったら串田さんは、僕は正直もう少しやっぱ考えていらっしゃるんじゃないかなって思ってたんですね。で、やっぱり社長さんたちが尋ねられたことに対して、それしか答えがないのかっていうことが何度も垣間見えたんですよ。例えば集客の方法もチラシ撒いたりって言うけれども、それってじゃあその日のためだけのものって、それでお金ね、単価が2500円とかって安いのに、それでやれるはずがないってやっぱりみんな思うんだよね。そこの部分がさ、あとはやっぱり SNS はこれが決まったら頑張ってやろうと思いますじゃなくて、本当は僕ならよ、自分でどうしてでも何が何でもこう単価バンディングでお金を得られなくても、自分がこのビジネスやるんだと思ったら、まず SNS を事前にやるよね、自分で。でそういうところから地道に努力してることが社長たちに伝わるんじゃないのかなと僕は思うんですよ。あ、この子まだやれるかやらないか分かんないのにこういう努力してんだなって。でもそれをすごく簡単に藤田さんが決まったらやろうと思ってますって言っちゃうところが、社長たちにしてみると書くっていう感じと僕は思いました。いかがでしょうか。内容も浅かったので、もうちょっともう10、20名深くして、また挑戦できれば。今の10、20ってのはどういう数字ですか。内容ですね、内容の5倍、10倍、そうね、深くして、また挑戦、もしできれば、したいなと思います。正直言いますけど、はい、誰でも彼でも再チャレンジを認めてるわけではなくて、多分クシャさんもし本当に再チャレンジをしたいんだったら、少なくとも事前面談の時に僕が見て、これは前回とは全然違うぞと、本当に10倍20倍いろいろ努力してきたなっていうふうに認められなければ、本当にまた辛い思いしちゃうと思うんで、僕ね、正直言って2回辛い思いさせたくないですよ、志願者の方に。なのでそこまでの気があるんだったらぜひ頑張ってほしいかな。竹内社長が今から何かアドバイスをしていただけると思いますので、一度聞いてみてください。はい、でも僕思ったんですけど、今日これだけのね、1時間20分とかの時間を使って、5人の社長たちが言ってくださったことをちゃんと串田さんが理解をして、今後の自分のために生かしてもらえるんだったら今日ここに来た意味がある。で、そしてお金に代え難い何かを得たんではないかなというふうに思うので、頑張ってもらいたいなと思うしかないね。はい、ね、じゃあ行きましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした。発言すごくいいのと、自分の内容の浅さに脱落しました。まあ、正直なところ、やっぱ居酒屋で友達に相談するレベルよね、まだね。そうですね、いや、僕ももちろん最初の頃はそんなレベルで、とりあえず僕は漕ぎ出したから、やりながら軌道修正して今に達したので、斉藤社長が言ってたみたいなイベントをやってみて、そこで例えばリストを取るとか、とりあえずスモールスタートでもなんかやってみることの方が大事かなと思うので、僕もやっぱり自分でお店持ちたいとか、オフィスを大きくしたい、かっこよくしたいっていうのは夢はあるけど、やっぱりそこにいきなりボンってやってしまうと、ここが足かせになっちゃうので、その700万かけるよりかはやっぱり100万でできるものを自己資金でも一回やってみて、その実績でまたアピールしたらいいのかなと思うのと、僕はちょっと飲食経験がないので、南原社長の方がここを今日は向いてたのかなと思うんですが、なんかそういうのってあります？もっとこういうの聞きたかったとか。ある程度アドバイスもいただいたんで、そのアドバイスをもとにですね、調査だったりとか、さっき言ったそのイベントをちょっと開いてみたりとかして、この部分を克服していければなと思います。なんか印象に残ったアドバイスとかってありました？イベントを開いて外国人たちの意見を聞いてみたりとか、っていうのは多分一番簡単ではないと思うんですけど、できることなのかなと思いますんで、いいアドバイスだなと僕も思いました。はい、まあ何回かやっていければなと、思います。でもやっぱり自分の城ってよく言うけど、落ちたいっていうのはやっぱりどうしても前に出ちゃうよね。どうしても出ちゃいます、
それはすごくわかります。でもそれ20人規模で3000円の客単価で月間300万売り上げるって相当入って回さないと、はい、居酒屋とかのベースで数字だったのかなって僕は思ったんですけど、入れる人数等を含めてちょっと自分なりの考えで計算したのがその結果だったんですけど、あ、多分資料見てない方からすると大体ハイが360ぐらいで下が260ぐらい、そこの100万ぐらいの差でこう波が1年間であったんですね、はい、で、まあ、そこの差っていうのは例えば繁忙期だったらそれに自分が計算したより、5% 増しにしたりとか、繁忙期じゃない日はまあ 5% マイナスにしたりとかっていう感じで、いや僕でもね、海外の方ターゲットで10月が一番下がってたの、あのハロウィンの時期って一番海外にだってわーってなるから、はい、僕あそこは結構繁忙期なんじゃないかなと思うんですけど、あそこだから下げた理由ってあるんですか？クリスマスとかはまあ上がりますよね。より僕ハロウィンの方がまあ六本木とか渋谷とか、正直そのなんだろう、冬休みとかに合わせちゃったので10月とかっていうのはちょっとあんまり来ないんじゃないかなっていう気持ちに、それは日本のターゲット話とかもそうですね、はい、あとは林社長が言ったどうやって名前を、確かにね、もう完全に相席やったらもうそっちだと思っちゃうもん、ね。うん、僕も有名な相席居酒屋さんの名前は知ってますが、やっぱり日本はもうそれで馴染んじゃってるんですもんね、いや僕もあれ行ったことないんですけど、はい、あれ入り口って全員入れるんですかね、2人以上だったら入れるらしいですね。例えばホームレスがお金持ってきても入れるんですかね、入り口でいやみたいなのはないんですかね、ないと思うんですけどね。海外の方って結構なんかこう、ね、全部入れちゃったら怖いなっていうのも正直あったので、その辺もちゃんとターゲットをなんてリサーチがやっぱ甘かったですね。そうですね、告知していかないと集客できないから、ね、セミナーズみたいなサイトがあって、はい、そういう無料でセミナーをやってますっていうのを出せるサイトがいっぱいあるのね。はいはい、そこに例えばセミナーって扱いにして、例えばですけどヨガやりますとかだとヨガの人って来ないんですよ。でも例えばヨガと朝カフェをやりますみたいな、この何足し算したイベントをセミナーという形で1000円とか取るんですよ、はい、そうするとだから海外交流や異文化交流プラスなんとかみたいなんでちょっと打ち出して、そういうセミナーみたいなんで打ち出したら結構集客できるかもしれないですね。あ、それはちょっとなかったですけど、ね、僕が知っている限りでは10個ぐらいそういうサイトがあって、もう基本的にはコピペコピペコピペで見てる層が違うから、はいはい、そこでバーってやれば10人20人多分すぐ集まるんじゃないかな、まあ、もちろんそこでマネタイズはあんまりできないけど、はい、まず知ってもらう、で今度僕こんなお店出すんですっていう宣伝はできるかな、まあ、そういうのも調べたらいっぱいあるんで、はい、無料ツールみたいな、これからいろいろ勉強したことを家に帰っていろいろリサーチしてもらえればもっとブラッシュアップできるかなと思いますね、はい、真面目だったんですけど、まあ、結構やられるものは多かったんで、うん、いやでもね、人間ってやっぱインプットしてるんで行動しないんだよね。もう帰ったら大体30%ぐらい忘れてるでしょまあもちろんこの場合はね、はい、アーカイブの頃からYouTube で見返すことできるけど、はい、やっぱりメモしてないものって記憶がやっぱお客線上こう下がってっちゃうよね。ホットなうちに帰りましょう。はい、そういうことで以上です。